パラス級防護巡洋艦は、イギリス海軍の防護巡洋艦、9隻が建造された。パール級とも呼ばれる。本級は、イギリス海軍により、自国のシーレーン保護と植民地警備を主任務とする3等巡洋艦として、1887年度海軍計画において5隻、1889年度計画において4隻が、設計、建造されたクラスである。設計は、 ミディア級をタイプシップとし、小型化された。主な変更点は手法を 12cm 速射法で統一し、強制通風型のボイラーを採用して、出力と速力をアップしたことだったが、強制通風を使用すると、ボイラーの消費が激しくて、出力性能が落ちるのが早かった。なお、感名の頭文字を P で統一したが、前期型5隻は、 オーストラリア艦隊で使用するために艦名をオーストラリアの地名に改名して収益した。本級の武装、装甲配置を示した図。船体は平ら艦艦型船体である。艦首水面下に昇格がついている。艦首艦艦はタートルバック型になっている。上部構造物は全部主砲の後方に置かれた司令塔の上に両脇に 船橋を持つ操舵環境と短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に2本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並んでいる。さらに外周は関西艇置き場となっており、日本一組のボートダビットが片言二組ずつ、計四組で運用された。二番煙突の後方に後部マストと後部環境が立っている。武装配置は手法の 十二センチメートル速射砲はすべて棒立て付けの単装砲がで、監視看板の波切り板上にを並列で2機、原則看板上に、片原2機ずつ、後部看板上に並列で二機を搭載した。減速手法は、スポンソンの上に設置されており、守備線方向への攻撃が可能だった。副武装としては七点六二センチメートル速射砲を、原則看板上に、片原2機ずつ、 監視と監備の原則に、片言一機ずつの軽発機を搭載した。この武装配置により、監視日方向に、最大で 12cm 二4ン 7.62cm 砲2門、原則方向に、最大で 12cm 二4ン 7.62cm 砲4門が、試行できた。ありがとうございます。